はい、ではありがとうございました。お疲れ様お疲れ様です。5本ね、はい、どんどんどんと前がねこう並びますけど、まあ、どれが一番好きでした？それぞれ良さはあったけどね。それぞれ良さがあって、うんうん、でもタイプが違うけど、うん、まあ俺があえて飲むんだったら最後に飲んでトロ。おお、イエスカですね、うん。まあ、私この泡もとっても選んでいただいた感じが。泡はね、これは日常的に飲んでいいねって感じで、うん、まあいい泡だよ。いい泡ですよこれ。うん、いい泡。これね飲みたいよ。シャンパンには手が出なくても、うんうん、これだったらいけるような感じなんで、すごく選んでるな。これ良かったね。うん、泡ってね選ぶの大変、自分もやったことあるから分かるけど、なかなかこの値段でいい泡はないです。うん、あ、いいのないよね。うん、泡苦労する。で、あえてね、また今飲んだら、うん、これやっぱうまいっすよ。クレマ。うまいよね。クレママジでやっぱうめえな。さすがないけど、もううまいっすよ。うん。締めはこれだね。本当に持ちや、まあ。ちょっとこうロゼっぽくなったところが。それ赤ワインに突っ込まないだろ。グラス変えるし。いやでもそれでいいと思いますよ、はい、でも本当にありがとうございます、うん、いやでも今後こともちょっといろいろとソモリも頑張っていきますけども、うん、頑張ってしょ。でもこういうセレクションはなか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 お店で買おうとしてもできないので、うん、そうですね、本当にこういうのは価値があると思います。あ、そうだ、聞きたかったことがあったんだ。ん、神の雫の最終回あたりの話なんですけど、うん、まあ、僕は全部お二人から聞いたんで、なるほどと思ったんですけど、あれね、僕ね週刊でちゃんと読んでたんですよ、うん、週刊で読んでいたら、うん、ローランが神の雫っていう風に書いたものを、うん、まあ、文章持ってくるじゃないですか、うんうんうん、手紙。そうで、僕ね週刊で読んでる時はあれが誰が書いたか全然分からなかったんですよ。あ、そう、なんで、なんでかっていうと、うん、あれを書いたのは一星ですよね。一星から。だってペンもペンをくれとか言ってた。そうそうそう。でも、うん、ペンをくれって言ったのが、うん、まあ、言ってみれば、うん、もうだいぶ何週も前じゃないですか。ホテルで。まあ、あ、そうかそう、勝負に前またぐからね。そうなんですよ。で、それをブワーっとやった後に、うん、最後に、まあ、言ってみればね、描写があって、誰が書いたんだこれっていう風に。もう言ってみればリアルで読んでる人間はマジで思っちゃったんですよ。あ、まあまあそれはでも、あれ裏書きにトミネスって書いてなかったっけ？ないっす。そうか、誰が書いたか分かんなくて。え、トミネ一世って書いてあった？私書いてあったと思うよ。書いてあるよ。書いてありました、うん、と思うよ。全然ごめん、さすがにそれは署名入ってるはず。入ってた。しかも一世からだって言って渡してるし、うん、一世から、いや一世からだみたいなやつで、一世からって渡したのその前の回なんだよね。いや、なんかね、これ中は空いてる。結局、でも、うん、まあ空いてる確か。誰が、うん、一世からだって言ったところで、うん、誰が書いたかがちょっとよく分かんなかったんです、自分の中で。もし、なんかいろいろとうがった感じ、うがったっていうか、なんかいろいろと深読みするような感じで見ると、いや、もしかしたら、うん、実は一世は、うん、その、豊かの、うん、神の雫の描写とかを実は、また、うん、こう遺産でその時こうもらって何も開封せずに雫にそれを渡したんじゃないかとか。あ、なるほど、そういうことか。そう、ずいぶん考えすぎてるなそんな人いるかな。それは右って左って書いてくれるなもう、うん、いやもうひねりすぎてるな。でも確かに開くっちゃ開くのよね、習慣だとね。そう、確かに開く、うん。いやだから俺何だったんだろうなっていうふうにちょっと思って。なるほど。で、まあ、単行本でまとまって読むと分かるよね。もう単行本で読むとすぐに分かりました。そうなのよね。そうか、確かに1週間待つわけだもんね。そう、俺神の雫みたいなね。そうそう、俺の神の雫ですよね。ちなみに一世が考える神の雫って何だと思う？あれそれは次のシリーズでそれやるってことですか？分かります。でもなんか、うん、まあ、今回つまり雫は旅に、ね、出たわけじゃないですよね、うんうんうん、まあ、そのちょっとみやびちゃんをさ、ちょっと待たせつつも、うん、ちょっとまた僕は旅に出なきゃいけないっていうふうに出ちゃいましたけど、あいつ旅に出て何するんですか？ワインを探すんですよ。何言っちゃってるね。ワインを探すんだろうけど、色の生産者もあり、色と飲むのかと思いますけど。いや、それなんか抽象的な話なんですよ。なるほど。人はこうワインと出会って年取っていってやがて死んでいくっていうさ、人生とワインっていうのは私はほら
あの時の流れとともに横にいるパートナーなんです、うん、我々にとってワインって、うん、つまりワインを探すってことは生きることそのものなんです。なるほどなるほど。そうで彼はワインを探しながら生きていくということの抽象的な意味の旅なの。そうそうそう、だから旅と言いつつ、まあ人生一つところにとどまることもあるわけなんだけど、だからワインを巡る旅に出ましたよっていうことが大事、うん、そういうふうに言うことが大事なんだ。まあでもあれを振り返ってみると、女はいらねえ、ワインだけあればいいっていう雰囲気に見えるね今思うといや孤独の中 に、うん、にこその出会いがあるんだってことなんだ。なんか本当にワインに向き合う時って孤独の時なのかもわからないね。そうそうそう、うん、なんかみやびちゃんなんか気づいたら僕より年下になってるから、それを言っちゃおしめだよそれ言っちゃおしめだよ、すいませんなんか僕読み始めた時がそれこそまだ大学生ぐらいだった。そんなことない、ちびちびまる子ちゃんはずっと小学生じゃないいやなんか罪な男だな、しずくって思っちゃったわけよ僕はね。でも他の男と結婚するかもしれませんしねまあそうだね、うん、その可能性は存分にありますけど、出会いと別れもまたワインなんですよ。ミヤビのことを、ミヤビが大好きなほら、あのアメリカ人もいるわけ。クリストフで、うん、やっぱりアスカみたいな女ってほらリアリストだし、まあ一回クリスでみたいな話になるかもしれない。正直クリスだって金持ってるし、金はある、ある私ならもう間違いなくそっちですでもクリスは女遊びがひどいかもしれない結構でも一途っぽく見えますけどね、クリスはね。確かに一途っぽく見えない、半年ぐらいです。大体アメリカ人そうです。あれ言っちゃった。ちょっとしませんからね。いやでも本当あの次の作品が楽しみだし、あのやっぱこう雫がどういう風な、うん、言ってみればその形に収まるのかってやつが、うん、まあ、でももう次のワイン漫画もしやるとしてもあの人たち出てこないかもしれないね。うん、ある種なんかこう、うん、同じ世界観にしようと思ってるけど、まあ、世界線も同じにしつつってことですね、うん、だからレジェンドというかね、うん、なんか世界観を同じにしてほしいです。なんとなく、なんかこう、ね、実はなんかこう見てる雑誌が遠峰一世が書いてるとか、うん、なんかそういう風な ね、まあ、世界観が接点があるとか、イニシャル D の世界観で今ね MF ゴーストってやってるじゃん、うん、未来でね、未来で未来ねいや僕今日あのすみません、うん、エヴァンゲリオン見てきたんですよ。お、新エヴァンゲリオン。さすが初日、初日だよね。初日に朝7時から、うん、やっぱね、どうだった？もうそれこそ樋口監督と一緒に見てて絵コンテやってるんで、もうすげえ面白かったし、っていうかやっと終わったんですよ。やっと本当に終わったんですエヴァが。ちゃんと終わったの？終わりました。あれは終わりましたちゃんと。へ、いやちゃんと終わらせたらこれはすげえなと思って。でちゃんと納得いった。納得はまあ結局のところ半分がまやかしなのでエヴァって、うんうんうん、で、まあ、それは誰かに言ってもいいですよねで結果まあちょっと、まあ、まだまだ分かんないところもありはしつつ、まだあと 2,3 回目ではなんとかなんじゃないかなっていうふうに思ってますし、結局分かんないこともだからちゃんとあるって難しいんだよね。すごく大事なことなんだけどね。まあ、うまくちゃんと終わった。そういう意味ではあの漫画はちゃんと終わったと思ってるけど。いや本当そうだと思います、ね、あれはちゃんと終わったよ、うん、だからね非常にまた次回も、うん、まあもうあれ以上の終わり方はないぐらいちゃんと終わったよなんか何やか後ろになんか忍者が抜けてったいやいやいや、うん、いや本当にありがとうございます、はい、ありがとうございました。また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 今度何かで。どうもありがとうございました。ご出演よろしくお願いします。はい、失礼します。